弦学史重奏曲第5番編補調調作品44から3は、フェリックス・メンデルス・ゾーンが1838年に作曲した弦学史重奏曲である。メンデルス・ゾーンの作品44は3つの弦学史重奏曲からなっており、1837年作曲の第4番に続いて1838年に第5番、同年さらに第3番が作曲され、 一つにまとめて出版された。メンデルスゾーンは作品44の約10年前となる第1番や第2番の作曲にあたっては、ベートーベンの高機弦楽四重奏曲から強い影響を受けていたが、作品44においては独自の音楽様式を確立していく様を垣間見ることができる。しかしこの曲においてもなお、ベートーベンのラズモフスキー四重奏曲を思わせる。 学奏が見られるという指摘もある。1838年2月6日に完成された。この曲は同年4月3日にライプツヒデ、フェルディナント・ダーフィトラの演奏で初演された。1840年の奏夫の出版に先立ち、1839年にはブライト・コプ・フーンとヘルテル社からパートフが世に出されており、メンデルス・ゾーンはこの際に様々な改定を行っている。 作品44の他の2曲に比べるとやや、帰り見られることの少ない作品ではあるものの、形式面には、メンデルスゾーンの創意の跡が刻まれている。約35から36分メンデルスゾーンの他の、弦楽四重奏曲同様、4つの楽章から、構成される。アレグロビバーチェイオン、4拍子変歩調調そなた形式。正気味の良い16部音符と、 それを受ける四部音符の緩やかな音階からなる、第一主題に始まる。フレ1第一主題の十六部音符の音形は、学章中の至るところで、経過学区、伴奏音形として使用される。第一主題とは、対比をなす、第二主題が、途端調に提示される際も、第一バイオリンはこの音形で下支えを続ける。フレ2第2主題が変路調調に落ち着いた後、 定時部の終了間際に出される新たな旋律は展開部でも大きく取り上げられることになる。フレー3展開部はチェロに始まって、しばらくの間は第1主題と第2主題の単二度効果を組み合わせて展開される。続いて、フレー1の16分布によるソークでクレッシェンドをかけてホルテッシモに達すると、フレー3がチェロに穏やかに出される。これに、 他の西部が加わって、掛け合いの中で美しく扱われると16部音符の音形が回帰し、そのまま第1ヴァイオリンが急速な上昇音形を奏する、片わら他の楽器により、第1主題の再現を迎える。第2主題までの推移は、定時部とは異なるものが当てられているが、第2主題はビオラがやはりフレイ1の16部音符による音形を奏する上で、破綻調に現れ、 さらにフレー3も再現される。ビオラに対して他の楽器がピッツィカートで応答してコーダに入り、フレー1、フレー2、フレー3のすべてを盛り込んだ充実した音楽が繰り広げられると最後は勢いよく楽勝を終える。スケルゾアッサイレッチェーロビバーチェロク、8秒主波単調冒頭チェロに現れる一定の伴奏音系が楽勝中ほとんど。 絶え間なく奏でられる中、焦燥感に満ちた楽奏が繰り広げられる。フレイ4一度まとめられると、フレイ4の性格を受け継ぐ活発なフガートが開始される。これは、間もなく落ち着いて、弱音の旋律と続く競争が特徴的な新たな素材が出される。フレー5フレー4が一時変異蝶々で顔を見せるが、フレー5が回帰してたからかにそうされると、 再びフガートに突入する。ここは二重フーガとなっており、最初のフーガと同じ主題に、半音快適な加工音形が接続されている。フガートが終わると弱音を維持して進められ、全楽器のユニゾンからフォルテに到達するも、最後は弱音によるピッツェカートで完結に終わりを迎える。アダージョノントロッポさん、4拍子変異蝶々1、小説の導入に続き、 第一バイオリンが主題を出す。ただし、この後もっぱら扱われていくのはこの主題そのものでは、なく、先行する一小節のリズムである。フレー6続く主題は、第二バイオリンと、ビオラによってもたらされる。フレー7中間部では細かくフレージングの指示が付された、第二バイオリンの印象的な伴奏音景に、第一バイオリンによって、情熱的な旋律が奏でられる。 フレー8この伴奏音景はこれ以前から姿を見せていたもので、このまま中間のクライマックスを形成すると、フレー6の再現時まで残り続ける。その後フレー7も再現され、変異蝶々へ移されたフレー8を聞きながら、静まっていき、最後はフレー6の余韻の中に、静かな終わりを迎える。モルトアレグロコンフォーコヨン、四拍子変歩蝶々力に、 満ちた活発な楽章で、急速なパッセージの数々は、高い演奏技術を要求する。また、メンデルスゾーンの巧みな主題操作が見られる。全楽章の終始の静寂からは、打って変わって、猛烈な分散和音で幕を上げる。すぐさまこれに明るい主題が続く。この主題に含まれる1オクターブの跳躍は、楽章中の随所に散りばめられている。 フレイ級様々な要素が盛り込まれるが、カンタービレに始まる旋律の後半にあたるフレイ10は穏やかな表情を持っており印象深い。フレイ10以後、主に冒頭の分散和音の音恵を利用して展開されていき、フレイ9がそのまま再現されると続いてフレイ9による発展が見られる。これが一段落するとフレイ10が回帰する。フレ10はその後もう一度改装され、 女走部の恩恵と、フレーキを組み合わせた息もつかせぬ高台の呼び水となり、曲はそのまま高い熱量を保ったまま一気に全曲の集結へと到達する。出典。ありがとうございます。